旧、秋田サティイオン、秋田中央店は、秋田県秋田市楢山川口境にある、イオン東北が管理、運営する、ショッピングセンターである。かつての県有工業用地と秋田市御所野湯本に移転した山岡工業跡地などに、1991年9月に、東北日医が出店を表明。大規模小売店舗審議会東北審議部会の、答申による売り場面積の4割削減や、近隣の土地買収が不調に終わったことを受けて、計画を大幅に変更。当初併設する予定だった、シネマコンプレックスは取り止めになった。1995年4月、秋田県における、サティ第1号店として、秋田サティは、オープンした。開業初年度の1996年2月期で、約101億円の売上を計上。1998年2月期には、約115億円の売上があり、マイカル東北の店舗の中では、唯一100億円を超え、2001年9月のマイカル経営破綻まで、約100億円の売上を維持し続けていた。これにより、当時の秋田サティ店長は、マイカル東北の取締役であり、北東北のサティや、日医を取りまとめる北東北ブロック長を兼任していた。2001年9月1日付で、マイカル東北が運営する店舗のうち、秋田サティを含む7店舗をマイカルが譲り受け、2001年9月14日に、マイカルは経営破綻したが、秋田サティを含む全国の店舗は引き続き営業を継続した。2003年11月に、マイカルがイオングループとなり、マイカルイストが運営していた1階フードコートや2階レストランを取りやめて、新しい飲食店や物販店舗を誘致。また、食品売場の営業時間の延長などをしている。2011年3月1日、マイカルがイオンリテールへ吸収合併されることに伴い、秋田サティからイオン秋田中央店へ改称した。テナントでサティを含む店名となっていた店舗、ショップ名の変更もほぼ同時に実施されたが、JTB トラベランドなどの運営会社変更予定の事情等を抱える店舗などはこの時点では一部実施されなかった。また、2013年から食品フロア2階3階飲食店街付近と立て続けにリニューアルされている。現在は地域経済の低迷などにより売上はかつての100億円まではいかない。ありがとうございます。